今回の初級編はですね、今までのいろいろありましたね。タンギング、サブトーン、マスピースで、ターゲットを狙う、それらのですね初期段階の一つの区切りとして、いよいよ曲を吹いてみようかなと思っております。で、今回曲を吹くんですが、ただ吹くだけではなくてかなり難しいです。曲は枯葉という曲を演奏しようと思います。それを全部踏まえて、今度は曲を演奏するんですが、今までにやってなかった大事な要素の一つにロングトーンというのがあります。まあ楽しい、トレーニングではないですよね。で、ましてやそのロングトーンだけを演奏することの危険性っていうのも実はありまして、で、ロングトーンをする上で一番重要なのは発音ですね。ちょっとやってみますね。